パルマ移籍目前の鈴木ザヨン、再びプレミアビッグ6からの獲得興味きた。セリアのパルマ移籍が目前とされる鈴木ザヨンに関し、パルマの情報サイトフォルツァパルマはイングランドプレミアリーグの名門チェルシーも獲得に興味を示していると報じた。同サイトはパルマは鈴木を獲得するために全力を尽くしていると強調した一方で、ここに来てチェルシーが興味を示していることも記さなければいけないと指摘している。チェルシーとユナイテッドはやめておけ。どうせレンタルたらい回しやん。パルマで活躍してセリア上位チームへのステップアップを目指してほしい。ユナイテッドの時と同じでザヨンは出場機会が得られるクラブを最優先にしてるから、仮にオファーがあったとしてもサブ要員で考えてるクラブは拒否すると思う。絶対に武者修行か2番目以降のキーパーじゃん。あまり行く意味がなさそう。給与面はいいかもか。ぶっちゃけチーム名はどうでもよくて、鈴木が試合に出場して経験が積めるところがいいな。チェルシーに行っても控えかレンタル。それだったらパルマに完全移籍でレギュラー掴んで、次のステップアップを狙った方が圧倒的に良い。ビッグクラブに行く気があるなら2023年のマンユーオファーで行ってただろ。パルマの12億とチェルシーの12億は価値が違うからな。出場機会の多くて大事に扱ってくれそうなパルマ行った方が無難な気がする。パルマに完全移籍でレギュラー掴んで、次のステップアップを狙った方が圧倒的に良い。結果的にパルマへ移籍になると思うけど、ビッグクラブの獲得リストに載ったことがすごい。